あ、ちょ、西田さん、西田さん何してるの？え、何してるんですか？なんか荷物持って見たわかるやん、買い物行ってきたんや。あ、買い物帰りですか？買い物行ってきたんや。ちょ、西田さん、そんな買い物帰りに申し訳ないんですけど、うん、ちょっと今日教えてほしいことあって , 笑ってるけど、何なん、何をもう買い物行ってきても荷物さっき置かせてよ。結構大きいっすね。可愛いな、このエコバッグ。エコバッグ、それなんですか？ベンツですか？そうそう、メルセデスがくれて。かっこいいっすね。いいやろ。いいですね、なんか愛車と。でもどう、軍人みたいじゃない、今日のコーデ。ちょっとなんかアメリカから来た軍人さんみたいな。僕全身住んで今から何でしょうか、ほんで。あ、失礼しました。何でしょう。今日なんですけど、うん、ちょっとあの家でできる練習法を、うん、あの教えてほしいなと思って。なるほど。っていうのは、うん、あの結局ゴルフって練習場に来なきゃ練習できないっていうのはまあ当たり前じゃない、ないですか、うん、そうや。それをいかに0円でコスパよくできるかっていうのをちょっと。なかなか練習器具を買わない西畑さんにやっぱそれを聞いてくるか。はい、ちょっと西畑さんだからこそ分かる、こう家でもできる練習法ですよね、まあ、うん、もちろん練習場に来ることもありますし、うん、毎日来れないじゃないですか、うん、仕事してたら。まあでもほんまちょうどええわ。あんねん、あんねん今。え、なんですか、なんですか。そのちょっと練習器具に必要な思って今、まあ、水とフライパン買ってきて。いやいやいや、これ使って今日やろうか。なんかフライパンちょっと使ってません、これ。焦げついてんな。ちょっと焦げ、本当に買ってきたんですか、本当に。じゃあやっていきましょう。じゃあね、ほんまこれでな、はい、みんなそのまあ0円練習ということで、はい、まあ確かに練習場ってお金かかるもんね。いや、かかるんですよ、結局。安くてもやっぱり1000円以上するじゃないですか。そうな、私結構ケチやから、私も結構それ気にするんや。はい、あ、本当ですか。気にする、かなり気にしてる。じゃあちょうどいいですね、うん、え、西畑さん自体は家でやっぱ練習したりしてましたか、今まで。やるよ。だってね、もうさすがにさ、台風の日とかめっちゃ雨でめっちゃ寒い日とかさ、やったところで集中できひんなとかいう時、はいはいはい、私やらないタイプなんで、家の中でひたすらなんか変な人みたいにやってて一回なんなら通報っていうか怒られたことあるしな家の前でベッチこうやって素振りしてた時やのに。確かに危ない、まあ危ないっていうか、あんまよろしくないやな、まあ、そうですよね、うん、だってゴルフクラブ持ってあの強盗する人っているわけですから。いや、なんだ、まずはじゃあ なってちょっとちゃんと喋ってくださいやるよ。ほんなまず何、その0円で、はい、もうこれ何、勝手にじゃあもう私がひらめいたやつ教えちゃっていいの？そうです、なんか2つか3つぐらい教えてもらえると嬉しいなと思ってて、うん、2つか3つか、はい、なるほど。何しようかな。まずほんだらさ、うちがいっちゃうな、気になる、はい、気になるところ行くわ、気になるところ、はい、じゃあ早速いい、行ってやっていきましょう。なんか買ってきた、ほんだら水使うで。はい、まあ、じゃあ全然買ってないんやけど、このまあこれ2リットルの入れ物なんですよ。やねんけど、これ1リットルぐらいしか入れてないね、水ね。半分ぐらい。半分ぐらいで、これ何？じゃあさっき飲んだってことですか？そんなわけ。そんなイケイとデキケイとやから水道水飲まれへんね。あ、そうなんですね。どうでもいいけどな。これな、半分入れてます。はい、だからさ、よくさ、ほら、トップの時さ、上手い人とかさ、プロのスイングってさ、トップクラブさ、上げた時さ、すごいさ、左の腕ビシッと伸びてるやろ。いや、めっちゃ綺麗に伸びてますよね。なんかスイングワークが大きいって、まあそういうイメージじゃないですか。はいはいはい、腕がこう、畳んでない状態ね。すごい綺麗やなって私も思うんですけど、もともと私も結構曲がりやすい癖があったんですよ。うんうん、なんで、そこで、まあちょっとトレーニングがてらやろうかなって思って、ひらめついた。調子悪い。なんか魚ついたみたいになってますけど。ひらめいたのが久しぶりですからね、撮影。そうやね、そうやね。あの昨日チームから帰ってきたばっかりで疲れてんねや。で、かつ僕もあのコロナ明けなんで。そうそう。あ、おかえりなさい。あ、失礼しました。本当ご迷惑おかけしました。だからそうね、なるのね、この腕がまあ曲がっちゃう、まあ、なんでトレーニングを入れながらやろうかなっていうのをまあ考えつき、まあ、1リットル。これでこう左肘がピシッと伸ばせるトレーニングできるんですか？できる。こんなんで？結局は左の腕の使い方を分かってないだけやと思うんですよ。だってそんな力で考えたらさ、はいはいはい、男の人の方が絶対私よりパワーあるし、筋力だって絶対あるや、うん、その私が伸ばせるのにその人が伸ばされへんわけないやろっていうので、まあ確かに、やっぱトレーニングやっていう筋量っていうか使い方をもう自然と体に覚え込ませてあげるためにこれを使うっていうのは、はい、左手1本でね、はい、ペットボトルのキャップのところもで、でもアドレスみたいにこう同じように構えるんですよ。でこの時に左の指ビシッとこう伸ばした状態のまま、最初もう伸びてるんですね。伸びてるよ、はい、この状態ね。これを崩さんとトップでよいしょってこう支えるんですよ。この曲げたらダメですよ、この時ちょっと寄りますね。そう、曲げんとずっとこのまま止まっとくんですよ。結構力あのいりますね。いや、めっちゃ入ってる。でもこれやっぱトレーニングと思って、そう、これを
レーが、はい、伸ばしてすぐダウンに入るの、ブブーね。うーん、筋トレと一緒でさ、ゆっくりこう負荷かけるってすごい大事やから、うんうん、だから一瞬と止まる、でこんだけもう息も止めるぐらい、でも何秒か停止してからダウンにこう入って、フォローを長く取るような練習ね。じゃあやっぱここのトップでしっかり伸ばした状態で何秒かキープした上で下ろしてくると、前に大きいくっていう感じ。でもすごいやっぱ綺麗に見えます、トップが、はい、結構重いねんね、ほんま。まあでも私が多分女子やからないっちゅうな、重く感じてるだけかもしれへんけど、まあ、物足りへん人はもうちょっと水入れてもいいやろうし、うんうん、私は大体もう1リットルぐらいがちょうどいいかなって。500は軽かった。なるほど、軽かった。だからまあ大体こんぐらいでいいわ。1リットルぐらいでトップで止めるっていうのを大体私10回はやってた。10回は結構来るよ。それでも結構家の中でもマジでスペース取らないですし、なんならトイレの中でもできるぐらいですよね。いちいちトイレで済んだよって話だけどまあできますよ、ほんまに。できますよね。できる。だからなんかそのこれをやった後にアイアンとかで片手ですってこうやった時にすごい楽に伸びるっていう。なるほど。まあほんま軽い筋トレですよ。なお家でこういうね地味な練習がほんま生きてくるのかなっていうのが、私も結構トップは高い方やから、ね、肘はつったり曲げてないつもりなんで。そうですね。ごついけど、腕ごついけど、でも犠牲を払ってでもやっぱいいスイングをねやっていきたいですからね。そうですね、うん、でちょっと2つ目を。あ、2つ目が、はい。いや、どんな登場シーンですか結構ゴルフ場ですよいや、フライパンや。フライパン IH 対応。いやいや、どうでもいいですね。リトリですいや、これね、これなるべくでかければでかい方がいいよ。フライパンの、うん、中華料理屋のフライパンでもいいです。いや、でかすぎますよな結構でかいやけど、はい、大きめのフライパンで、はい、今度は、まあ、これラケットみたいなもんや。テニスラケットみたいなもんや。確かに確かに。やろ、これは、フェイスローテーションの練習です。フライパンでできるんですか？できるんですよ、それが。まあ、私は逆に面が大きい方がイメージしやすかったなって思った結果、最初ちっちゃい卵焼き用のフライパンからこのでかいフライパンに変わったんやけど、これなんで徐々に、そう、なんでフライパンやねんって言った時にさ、一応さ、なんかこう食い込んでるやん、わかる、こうまっすぐよりもちょっと奥に食い込んでるやん、はい、だから食い込んでるって言わないで、へこみがるって言ってもらっていいですか？へこみがる、食い込んでる、はい、だからその風の抵抗を受けるのよ。確かに確かに。そうだからこうフォローに入った時にフェースが開いとったら、まあ、そのままこう開いた状態で押されるし、うんうん、右手のひらがさ、前の動画でさ、下にこう向けながらローテーションするんやでってこう言ったじゃないですか。はいはいはい。あのイメージをするとね、空気がなんかこう捕まってるじゃないけど、もろに空気抵抗を受けるようなイメージですね。そうそうそう。だからできればこういうのが深い方がボーってなりやすい。うん、確かに。そう。やったらちょっとこれ浅いねんけどな。これでも浅いんですか？これ浅い。もっと深いやつがいい、ほんまなんかラーメンとかやるようなやつがいい。いや、でかすぎますこれを、まあ、右手のひらをこうね、下にヘッド飛んできそうやねんけど右手のひらを上げます。でスローでこうやっていくと、当たる直前ってちょっと開いてるね、はい、こっから打った後に右手のひらをこう下に向けていくってイメージをゆっくりこう危ない危ない当たっちゃいました、ロックボタンがこれをローテーションしながら風を抵抗を感じながらフォローに入るっていう。これもなかなか狭い場所でできる練習ですね。そうだ、なんかバドミントンとかでも試してんけど、バドミントンってさ、網になってるからさ、空気抜けんねやな。あふわってなっちゃうから。西畑さんからしたらちょっと空気抵抗足りない。そうだから、これがいいなって思って。じゃあほんまでもな、マジふざけてるやろって思うねんけど、はい、結構いい練習やね。鏡とかで家の全面鏡とかあるやん、はい、ああいうのでこういうフライパンの背面こう見ながら、ちゃんとフェイス変えてるかっていうのをこう確認しながらさ、あっち打つしてめっちゃわかりやすいと思う。あっちもさ、こういう、これ背面や。背面をの面がこう変わってるの分かる？こういう動き。はいはいはい。あるかな？すごいな、分かりやすいんですよ、これが。やっぱ面が大きい方がアイアンってヘッドちっちゃいからさ、うんうんうん、やっぱこうローテーションできてるかどうかって分かりづらいなっていう。いや、分かりづらいですね。難しいっていう人多いんや。はいはいはい。でもまあこれって実際は、まあストレートとかね、うん、まあ、ややドローとか打ちたい人はローテーション入んのかな。で思いっきりフェードとかさ、うんうん、スライスカット系で打つときにはローテーションが必要ないと私は思ってるんで、はい、まあその何やろな、捕まえたいっていう人はぜひこれやったらええんちゃうかなっていう。まあ、私は基本こうトップまで上げてダウンでインから落ちてきて開いたものを閉じる練習をよく昔部屋でやっとったかな。これめっちゃいいですね。いいやろ、すごいいいね。
これだからもし一人暮らしの方は全然良くて、その奥様とかその彼女さんがいる人はちょっと許可を取ってあんた何してんのって間違いない、はい、なんか卵焼きとか貼り付けた状態でさ、フォロー長かったら落ちない説ない、なんか思えへん。いや多分でもそれもトップで3秒止まったら全部落ちてきます確かに矛盾してるね。いやこれがね2個目、はい、フライパン使ってフェイスローテーションの練習でした。これなかなかいいですね。これもいいよほんまに、はい、最後は、最後が柱使うわ。柱柱家やったらもう壁でいい、もう垂直になってる壁でいい、どこでもいい。壁でいいんですか。壁でいい。これさ壁やと思ってみんななんか丸っこいけど、はい、これがまあ壁やとしたらもう頭つけるんですよ、こうやって。ちょっと大丈夫ですか、西田さん。なんかあれじゃないですか、猿の円形団のなんか反省みたいな。違う違う。それ何がしちゃいねんっていう。結構ゴルフってさ、右左ってスレする人多いやろ。いや、もう僕も含めてそうですね。はい、意外とゴルフっていうのは縦の動きですっていう。まあよくもういろんなチャンネルで見てると思うけどね、こういう左が前に出て、左足が伸びてみたいな、こういう縦の動きを使ってやるっていうイメージなんですけど、うんうんうん、はい、それをね分かりやすく、結局そのイメージを持ってしてもスウェーする人っていうのは絶対に頭動いてるんですよ、こうやって、うん、グラングラングランって感じ。一番重いからね、頭と首ね、重いからやっぱ動いてると思うんやけど、これをこの壁と柱、まあ、何でもいいんやけど、これを使って頭をピタッとこう固定します。え逆にえ何してるんですか。OK、アドレスちゃんと取ってくださいね、皆さん。はい。アドレスはちゃんと取る。アドレスの状態から頭つけるんですね。まあでもちょっとなんかな、帽子のせいかな、なんかすごいへっぴり腰になっちゃうんですけど。まあでもいいわ。はい、とりあえずは、まあ、なんとなくこうね、膝軽く曲げてアドレスの姿勢取れたら、はい、今度こう縦の動き入れましょう、今度は。こういう動きですよ。左の膝は前。右膝軽く伸びてますね。はい、軽く曲がってるって言った方がいいか。よし。で、今度これをインパクトの時に引いてあげる。できれば手を割った方がいいで、左の膝が前に出ると同時に、手も前に出してあげて、はい、右手引いて、後ろっていう、こういうもう頭は絶対動かせへんっていうイメージをやりやすいな。これいいんですか。やっぱさ、押さえてないと。正面からもう一回いいですか。いいよ、こっち。はい。いくよ。ちょっとこれ棒で見にくいんですけど。はい、もうシュールすぎますけど、こういう動きや。あ、こういう動き、これがさ、なんていうんだろうな、なかったらなかったでさ、やっぱちょっと動くんやな、やっぱり。うん、確かに確かに、ちょっと動くんや、私でも、はいはい、でも確かにほんまに全く動いてないかっていうと多少絶対動くんですよ、うんうんうん、ただ動かせへんぐらいのイメージで実際頭の位置っていうのはまあ多少の動き、まあ、ちょうどいい程よい動きで終わるんかなっていうのは、なるほど、なんとなく持論やけど、やっぱこう大げさな練習で常に言ってますけど、うん、そういうのやってからそういうのに何もない状態に移った方がよりブレも少ないですし、だと思うな。ほんま理想はだからあれじゃない、こうお家でさ、こうイメトレじゃないけど、うん、こう何もクラブとかあえて持たんと、なんかこうね力が入らん環境を作った状態で、なんかこう分かりやすい砕いた練習をやってって練習場でやってみるっていうのがもう理想の流れじゃないかなって思いますよ、うん、だからもうゼロ円練習、はい、めっちゃ大事やろっていう。いやこれ0円練習で100切れそうですね。いやいけると思う。いやほんまに考え方次第やからっていうのある。さボールなんか打たなくてもいいって思うし、確かに確かに、イメージ大事やと思うね、ほんま、うん、確かにそうですよね。なんか常にボール打ったから上手くなるかって言われたら、まあ、もちろんそういうわけでもなくて、うん、ただまあ打たなくちゃいけない時もありますけど、うん、その前の体の動きをちゃんと理解することを、うん、お家でね、はい、イメージできることがあるんやったらやった方がいいよっていう、トレーニングもそうやし、この3つだってめっちゃか、体の動き、うん、クラブのその開閉とかの動き、うん、結構でかつトップの定めるでほとんどこれで完了しますからね。そうなんですよ。だからほんまにまあね、暇な時間あったらテレビ見ながらペットボトルでトレーニングするもあり、うんうん、ね、なんか料理してて暇な時にちょっとフライパンでかいの余っとって、それで一回ローテーションの練習するのもあり、とりあえず奥さんに怒られてもう居場所なくなった時はこう壁に頭つけてこうやってやるのもありやし、いいと思うで、そういうの感じやん。いつでもできますね、本当に。いつでもできる。どんな喧嘩してても、そう、料理してても、全然いける。ゆっくりしてても、もう聞いてないふりしながらもうこうやったらいいかなガチ変人じゃないですか。今ね、見てくださる方結構ね男性の方多いですからね。そうですね、いろいろとやっぱあると思うんですよ。そうですね、いろいろね、そういうのありますよね、あると思うんですよ。なんでぜひね参考にしてくださいっていう、
結構ふざけてるけどさ、今日のなんかふざけてるけど結構芯送った。ほんまやで、ほんまに、あ、確か持ってるもんはふざけてんねん、ほんまに。なんか入り方とかでな、ふざけてんねんけど、はい、でも実際ほんまに私がやってきたことやから、うんうんうん、そう、ぜひ試してくださいっていう感じや。はい、ありがとうございます。いや、ありがとう、逆に、まあ、こんなね、茶番劇的をいつも楽しみにしてくださる皆さん、ありがとうございます。あの、とりあえずこんな感じで今日は締めたいと思いますんで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ほな、また、バイバイ。